フィナーリ・モンディアーリとは、イタリアの自動車メーカーのフェラーリが1992年から、毎年10月の末から12月の初めに、イタリア・ムジェロ・サーキットなどにて行うイベント。ムジェロ・サーキット FXX ・フェラーリ・チャレンジ、フェラーリ・レーシング・デイズなど、世界各国で、年数回行われる、フェラーリのサーキットイベントの集大成、そして、スクーデリア・フェラーリのファン感謝祭として、 1992年から毎年10月から12月に世界各国のサーキットで開催される。以前はフェラーリワールドツアーファイナルと呼ばれていた。開催地はほとんどの都市はフィアットグループが所有するムジェロサーキットとなるが2010年と2012年はスペインで2014年は初めてのヨーロッパ域外開催としてアブダビのヤスマリーナサーキットで 2016年はアメリカ合衆国のデートナーインターナショナルスピードウェイで開催された。2018年は2006年以来12年ぶりにモンツァサーキットで開催される。2020年はミサノサーキットで開催される予定だったが、新型コロナウイルスの関係で2021年3月に延期になった。ヨーロッパとアジアパシフィック、北、アメリカで開催されている。 フェラーリチャレンジ各選手権の最終戦と世界一決定戦、XX プログラムと会一クリエンティの公開走行が行われるほか、新型車の発表や初走行など、その他にもいろいろなイベントが組まれる。またサーキット外では、ガラパーティーが行われる。なお各レースやプログラムの参加者とその家族や、フェラーリオーナーとその家族、同伴者には、パドックパスやパドックパーキングパス、 フィレンツェ市内などで開催される、ガラパーティーへの参加が販売、もしくは配布されるほか、一般のファンに対しても観戦チケットが販売され、イタリア各地のスクーデリア・フェラーリのファンクラブ会員を、はじめ数万人の観客が訪れる、サーキット内サーキット外。ありがとうございます。